はい、皆さん、こんばんは、マーティー、ダイビアクボーイ、ケングタクです。新型コロナウイルス予防の手引き、えー。新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるため、そして、収束を願うために、そもそも勉強してほしいです。はい。そもそも新型コロナウイルスとは何でしょうかという質問。そもそもウイルスとは何かとても小さく、1ミリメートルの1万分の1くらいの大きさなんです。もう、自分だけでは生きていけず、 生き物の細胞の中に生え込んで増えます。もう免疫ですね。はい。私たちとウイルスは長い付き合いなので、まあ、こういう感じですね。た付き合ってますね。はい。風症状ですね。よく起こるのが。まあ、コロナウイルスがありますが、新型コロナウイルスもその仲間です。もし、人の頭の大きさが山形県くらいなら、新型コロナウイルスの大きさは野球のボールくらいですね。はい。予測です。どんな症状が出るか。 基本、無症、感染しても何も症状がないことはございますが、基本は風邪です。はい、匂いがわからないのが嗅覚障害、味がわからないのが味覚障害、その症状が出る場合があります。よくあるのがね、37.5の発熱、咳や息苦しさ、だるさ。3位、こんな症状も喉、鼻水、嘔吐、吐き気、下痢が多く、こんな症状も出,出る可能性が高いです。治療法はもうないです。 もうワクチンや効果が高い薬はまだないです。ワクチンいつできるか、もう年内にはできてほしいです。はい。薬アビガンはできたことが明らかになった。承認したことが、はい。インフルエンザとほぼ似たような感じですね。はい。と特に重篤なのは、高齢者、喫煙者が重篤になりやすいです。はい。糖尿病心不全。 慢性呼吸器疾患、高血圧、癌など病気を持つ人が重篤になりますね。重症になりやすいですね。はい。<laughs> まずどこから来るか。<laughs> そもそもウイルスは粘膜の細胞にくっついて体の中に入るんです。最初に感染する粘膜は体の表面に近いところにある。鼻、口、血膜の粘膜です。新型コロナウイルスかかった人からうつる時期は 症状から出る2日前から症状が出て何日か後日ぐらいです。はい。<coughs> もう、感染しても症状の軽い思いにはかかわらず、8割の人は他の人に感染させていないようです。人が密集する場所や換気の悪い場所など、感染が広げやすい状況が揃うと、一人から何人もつることがあるんです。はい。もう、甘い考えはしちゃダメです。はい。人と人の接触を減らすことが第一。感染拡大を食い止める一番の作戦なんです。 まず緊急事態宣言のおかげで、まずは一旦収束したものの第2波、第3波来る可能性が高いので、まず準備が必要です。はい。もうなぜ感染してしまうか、お分かりですかはい。もう飛沫に乗っても移動するんです、ウイルス。はい。声もです、はい。まずは直接吸い込むことと、あとは吸い込みやすい状況、密集密閉密接三3密ですね。3密ですス がたくさん換気が悪い自学でおしゃべり野外でも当てはまるよしてからも経由して粘膜から入るんですよはいはいインフルエンザは症状が出た人の飛沫などが映るんですが厄介なことに新型コロナウイルスはかかった人の症状が出る前から飛沫を通って映ってしまいます。これが違うんです。マスクが効果的です。はい。 不安、差別。私は戦う相手はウイルスです。人ではありません。もう、差別、殲滅で解決するわけではありません。攻撃的にもダメです。さらに情報の距離を置くこと。はい。大変だけども、付き合わなければならないです、ウイルスと。はい。覚えてください。というわけで、バイバイ。